私のまあお足はそれから何か見せつけてやるこれ早口とこ難しくない？ちょっと大丈夫。ちっちゃな頃から優等生、気づいたら大人になってた。ナイフのような思考回路持ち合わせるわけもなく、でも遊び足りない、何か足りない、困っちまう、これは誰かのせい。あてもなくただ混乱するエイデイ。それもそっか、最新の流行は当然の把握、経済の動向も通勤時計、順調な精神で入社しは社会人じゃ当然のルールです。はあ、うせうせうせはあなたが思うより健康です。一切が細胞ようなあなたじゃわからないかもね。ああ、よく似合うそのかもなく不可もないメロディー。うせうせうせはこれはちょっと難しいな。ちょっと声でもさ、なんかドスの効いた感じで歌ってみたいんだけど。つっても私も半人間、殴ったりするのはノーセンキュー。だったら言葉の重厚をその頭に突きつけて打てばマジやばない、止まれやしない。不平不満垂れてなれの果て、サズシチュッチじゃどんでんどろへんで途中から待ってやるねうわ、まさかここ来ると思わんかったな。スーモのスーモが流れた。ちょっと待ってねスーモが流れておるわ。待って、ここからだね。待ってね、画質も落ちちゃった。画質をアップして、あ、音あ、これうるさい、待ってね。これからでいいのか。あ、待って、こうにさ、さっき歌えなかったとこ歌ってもいい？誰の果てサディスティックにクソだりーな、酒が空いたグラスあればすぐに注ぎなさい。みんながつまみやすいように串外しなさい。会計や注文は先人容器、不分に最低限のマナーです。あー、うっせうっせうっせはくせ口ふさけやけか私やろがい。もう宮北は2番線人以下へのパロディ。うっせうっせうっせはまるまると肉ついたその顔面にバチ。くそあれ、なんかもっとさ、かっこいい歌だった気がするんだけど。なんでだろう。